はい、チープロジェクトへようこそ、ちーさんです。ポケットモンスターバイオレット続きやっていきましょう。この辺なんかポケモンいるんだよな。ちっちゃっ、メグロコ、うえやわすぎ。めっちゃやわかった。メグロコ、砂漠ワニポケモン。体温を下げないように砂漠の熱い砂に潜り隠れながら生活している。なるほど、だから潜ってたのか。こいつ何？あ、こいつなんか見たことある、プライズでサイズ。噛みついてみるか。もういいだろう。モンスターボール使っちゃおう。見たことあるある。可愛かった思い出。ハバネロポケモン。パルデアの郷土料理は抜け落ちたカプサイジの前歯が使われているので激辛なのだ。前歯不思議なところ使うな。あ、カプサイジがスコビランになるのかな。ヒポポタス、うわ砂嵐抜き始めた。死ぬかな。死んだ？死んだな。ボルトチェンジ。あー、攻撃するやつね、いらない倒しちゃった。さあ、街を抜けようか。町じゃないわ、砂漠を抜けようか。どっから抜けるのか分かんないけど、ポケモントレーナーもいるね。こんなとこで青春できないよ。青春ってなんだろう、あなたは答えられる？ちょっと無理ですね、そんな抽象的なこと答えられないですね。出たカプサイジン。噛みついとこ。踊り鳥懐かしいな。何色だろう。知らない、この踊り鳥かわいい。踊り鳥いろいろいるな、かわいい。踊り鳥かわいい。踊り鳥かわいいな。踊り鳥を探す旅に出なきゃいけないかもしれない。どこにいるんだあの踊り鳥は。この気持ちが青春なの。4種類ぐらいいそうだな踊り鳥。かわいい、おじゃかわいかったな今の踊り鳥。踊り鳥探す旅出ないといけないかもしれない、マジで。分布地見てさ、離れてるところの子探しに行ったら多分姿形違うんだろうけど、戦っとこうか。私のギター音鳴らないんだよね捨てろ、弦を張り替えるか捨てろ。
何の姿なんだろうこのスピーディカ。噛みついとこ。もう一発 KO だよ。もうなんかやばいポケモンしか出してこないもんな。あ、でも全然弱くなかった。攻撃がカクッと下がっちゃった。関係ないね。腕もならなかったか。うまいこと言ってんな。ポケモンめっちゃいっぱいいるな。鳴らないギターを持って腕と首を鍛えてるんだ。そりゃミュージシャンなのか。果たして。こっち行ったら抜けられる。あ、サボテンいる。なんだっけ名前、名前なんだっけ。サボテンダーじゃなくてサボネア。だったから残ると思ったのに残らんかった。もう一体いる。食らうな。ちょっとだけ、ちょっとだけ回復した。ドンファン捕まえるかどうかちょっと悩んでるんだよね。ゴマゾウってドンファンになるのかな。なるかな。雨が少ない乾燥した地域に生息、1年に1回黄色の花を咲かせる。綺麗な花を咲かせるんだね。ここにやって進化したっけ。じゃあドンファン一回戦ってみて。お、レベル高い。効果がないんだ。あぶね。ちょっとバンバドロンに一発でぶん投げ、ぶん投げてもらおう。頑丈ですね。123。あ、捕まえても良さそうだな。あれ何？砂場。アップサイズ。砂場捕まえたもんね。探してる時に聞いてドンファンいねえんだよな。
いないね、倒しちゃったからな。探すといねえんだよな、こういうのって。お、ちょっと強い人いる。ポケモン勝負よろしくて、楽しい時を過ごしましょう。藤子、なんか似てるポケモン多いな。これがのしかかってきても全然痛くないような気がする。カブネーク、やばいね。ジオズム、何そいつ。あー、マイクラの進化系。すごいな、ゴツゴツした声してるな。とても楽しかったわ。本当？全然攻撃されてないけど、こっち楽しい技が好きですね。あ、オアシス的なとこあるじゃん。これがカラフシティなの？結構戦ったよ。あー、5人か、あと1人か。フォーバトルコート、すごい風吹いてるけど。まあでもカラフシティせっかく来たから、このままジムテスト行っちゃうか。水ポケだからレントラーか、まあマスカーニャもいるから、デリバードポーチだ。なになに、コインを持った小さなポケモン、近づいたらコインを落としてどっかに消えちまった。なにあれ、これくれーだよ。デリバードポーチへようこそ。スマホケースなんかないかな。あの、かわいいこれ。道具売り場、磁石、岩、毒、ゴースト、ドラゴン、ノーマルジュエル、
へえ、そんなんもあるんだ。水の技のダメージを受けとく。特防が上がる。ボール。もうそんなもんか。ハイパーボールって売ってないんだね。どうやって行くんだ。あ、三層というかに分かれてるのか。え、どうやって行くのそんなの。誰か言ってるかな。タウンから来たから水の多さにびっくりだ。向こうで水は貴重だからね。町の壁が滝みたい。滝登りの練習にはもってこいね。滝登りないといけないのかな。かなえー、私主なんかほったらかしてきてる。あ、ここほったらかしてきてるけど。王者の水。でも水いけないしな。砂漠から行けるのかな。あ、なんか行けそうな感じするな。ちょっとちょっとずっこいけど空を飛ぶで。本当は正規ルートこっちからなのかな。マリルに話しかけちゃった。カロシティア、水の町見ればわかるよ。そうだね。もう一個上だよね、ジム。もう一個上はどうやって行くんだろう。チルタリス、あ、チルトか。こっち違うな。ネルケ出てきちゃうな。生かした音楽とともに。チーね、ネルケ。そうだ、今の俺はネルケ。素晴らしい適応力だぜ。いい機会だ。この町、この前話し添えてた届きを聞いてくれ。俺がスターダスト奪取作戦をしているのはスター団の問題と謎を探るため。スター団に入っている生徒たちの不登校の理由を知るためだ。ライを解散させたいカシオペアと利害は一致してるしな。実際チーとスターダスト大作戦に加われてスター団に近づくことができたし、ランの奴らと話して分かってきたこともあるんだ。だがもう少し情報が欲しい。そのために残るチームのスター団たちとも話がしたいんだ。アジトに挑むなら力貸すぜ。またな、チー。違うんだよな違うんだよな。高台登ればいける。服屋さんめっちゃいっぱいあるやん。
ドゥーアー、来れたわ登ったら来れたわ。髪型を変えて気分転換、どう、可愛いでしょ。今月頑張ったから高級バッグ買ってもいいわよね。地形の起伏が激しいパルテアでは無理だけど、自転車で旅するのも憧れるよ。他の地方では元トカゲ以外にもライドしてるって本当かな。元トカゲにライドしてるのがまず珍しい。あれ、うおー、遅刻遅刻。あれ、あの人じゃないの。あー、ハイダイさん待ってください。あー、行っちゃった、忘れ物あるのに。もしかしてジムへの挑戦者さんですよね。はい、やっぱりそうですよね。先ほどの大きなおじさんはカラフジムリーダーハイダイ。彼ったらちょっぴりお茶目で、市場に買い出しに行くのに財布を忘れちゃったんです。きっとハイダイさん困ってる。親切な挑戦者さん、財布を届けてくれませんか。 OK。 ああ、なんて優しいの。今ここでジムバッジをあげちゃいたいくらい。それではこちらお願いしますね。もうハイダイが忘れていった財布、マリナードタウンの市場に戻るだけじゃん。てか遅刻ってなんだ。せっかく頑張って登ってきたのに。どこだっけ。こっちか。おお、すごーい。おじさん、うお、ないないんだい。すごいな顔。財布がない。このままでは目玉商品が誰かに買われちまう。ほろり。大将落ち着いてください、すぐひとっ走り探してきますから。おっと、どうした。ハイダイの大将に何か用なら、ただいま取り込み中よ。邪魔するなら誰であろうと一番弟子の足が許さんが。それでも忙しいあしらに用事があるってのかい。用事がある。なんでだよ、話聞けや。ここのバトルコートそういう風に使われるんだ。28だな28だな。可愛いクローゼ。腕っぽうもなかなかね、強いんだよね。爪研ぎして挟むってしたらめっちゃ強かった記憶。ハイダイの大将すいません、財布持ってきてんだよ。いらないの、全部もらうよ。
いらっしゃい。騒がしいがどうしたんだい。ハイダイの大将、実はこの子供が財布をなくして一文なしのオイラに何かにお客さん、一体何用なんだい。財布、オイラの財布だい。何、ジムの受付に言われて届けに来てくれたのかい。がっはっは、そいつは助かった。わざわざありがとうな。あー、それとうちの若い子が迷惑かけてすまんかった。マリナード名物の競りでどうしても欲しい商品があったでな、あってな、二人とも気が立っとったんだい。おお、ラストの商品来たぞ。宝円地方産伝説のわかめ。へえ。生きさが大事。いい機会だ。オイラの代わりにあの食材を競り落としてくれ。競りって？めっちゃお金くれた。3人しか来なかったの？ジムテストちょっと難しくない？1万円からのスタートだ。1万5000円、2万円、3万円、3万5000円。なんでだよ。3万5000円でもダメなの？大人顔負けのせめぎ合い、ほう、大した問題。ちょっとお金、お釣り出てきたけどいいの？後ろ髪引かれる。後ろ髪なくない？使わなかった軍資金はお立ちんとして受け取ってくれ。他の競りで好きに使ってくれて構わんぞ。それじゃあ先にカラフジムに戻るとするかい。男ハイダイ、生きのいい勝負を用意して待っとるからな。あざす。漁師さんなのかな。いやでも漁師さんだったら競りはしないよね。自分で釣るよね。なんか何の人なんだろう、わかんない。はい、というところで今回はこちらで終わりになります。次回はカラフジム行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちーさんでした。